今回はみちょぱさんプロデュースでかっこいい宣材写真を撮影。日本一のカリスマ美容師の手で山内さんが大変身。めちゃめちゃかっこよくなってるやん。さらに前髪を上げ出してからキングオブコントで決勝行ったりとか。かまいたちブレイクのきっかけは髪型だった。しかし濱家さんの先ハゲます。マジ？キムンコのうちでモデルやってました。めっちゃ名前言うじゃん。日本一の高木です。前回の動画では日本一の美容師高木さんの手で山内さんの髪型が劇的チェンジするはずが。なんでもうすでに切りすぎてるんで。やっべ、ちょっと2ブロックの位置が高すぎて太って見える髪型になっていたんです。果たして山内さんの髪型はどうなってしまうのか。確かに丸いな。それ丸さを強調するためにここまで買ってんのかなと思ったんですよ。わざとね。そう、わざと。あ、全然そうじゃないです。もう最初にカットしてもらった時から引き継がれてるだけです。あ、そうなんですね。面白さを追求してるんだと思ってます。全然面白さ相当変やったってかっこよさしか狙ってないんですけど。でも結構いつも伸びきってテレビ出てますもんね。あ、そうなんです。サイドがもうすぐ伸びて無理やりなんかワックスとかで押さえつけるんですけど、はい、そうですよね。なんか結構ズボラだなと思って見てます。もう行ってるじゃん。もうカット始まってる、ね、結構だからハイペースに髪伸びたん分からんぐらいで行く人の方がいいんですよね、やっぱり。そうですね。売れてる人はだいたい 2,3 週間に1回来ますね。みちょぱさんどんぐらいで行きますか。私3週間ぐらい。だからやっぱ売れてる人ってそういう傾向があるというか。売れっ子です。俺もでも3週間に1回ぐらいかな、うん、確かに濱家さんの方がまんめに切ってるイメージあるっすね。すいません、ほんまは4週間に1回。なんで嘘つくの。結構でももう右側ほんまやね。結構すっきりしてきた。高木さんなりにここで止めといてくださいのとこで買ってくれてるってことですね。そうです。あとはここ今ちょっと四角くなるようにまっすぐ切ってる。こっち丸い丸くなってますけど、まっすぐの方がスマートには見えますね。へー。多分今青山で切ってもらってんねんけど、うん、その人も多分思ってたんやと思う。俺毎回同じでっていうの。山内さんの可愛さみたいなのを出すために丸くしてたの。そうなのか。そうなのかじゃない。なんかちょっと可愛くしてる。二人とも前髪下ろしてました、ね。そうなんですよね。なんか上げると売れるみたいなジンクスが。あ、そうなんですか。そう、それはめっちゃある。え、吉本で？芸人はだって前髪こう隠れてる人で売れてる人ってあんまおらへんやろ。確かに。みんな前髪上げてますよね。そうですよね。はい。で、俺2016年に前髪を上げ出してからキングオブコントで決勝行ったりとか。へー。それが山内言うから、ほんなら俺も上げ出そうか言って2017年ぐらいに上げ出して優勝してんな。へー、すげー、すげー。前髪を上げることでいいこともあったんですが、当初は苦労も。最初おでこ出した時結構言われたよね、うん、ああ出てるってですか。いやもう大ハゲやんみたいな。大ハゲは大ハゲやん、ね、え、これ年で来てるんじゃないですか。もともと出会った時からこれぐらい。あ、そうなの。あ、でもちょっと広なってんな。来てる。こうやって見たらちょっと広がってる気はする。僕も思ったより上がってるなと思いましたね。はい。でも多分濱家さんの方が先ハゲますね。マジ？それめっちゃほんまにいろんな美容室で言われてんの、うん、濱家は。そうなんだ。高木さんが言うってこと。僕でも触ってないんで分かんないですけど、テレビで見てる感じは濱家さんのは先に行くなと。高木さん、日本一の高木さんが言うってことはもう日本一ハゲます。確定です。日本一のハゲ。ハゲ方まで。ハゲ方まで確定です。立ち位置って決まってます？立ち位置山内が、向かって右です。こういう感じ？そう、こっちが山内。
あ、でももうギリ。じゃあこうやって向くってことですよね。あ、そうです。漫才の時とか。漫才の時は。はい。基本。写真はどっちの方がこう撮る？こう撮ってないですか？あ、でも俺こっちかな。そうですよね。左目の方が若干大きいんですよ。へー。じゃあ顔が盛れるのはこっちです。へえ。俺の盛った顔こっちなんだ。だから立ち位置が本当は逆になった方が。あ、そうなんすか。多分濱家さんは右目の方がでかいですよ。へえ。だから本当は立ち位置が違う方が漏れるんや。も、はい、漏れるのは。全然そんな意識したことなかった。これ前髪って空いてますよね。はい、なんか切ってましたね前。なんか本当は重くしたいんで、はい、空かなくてもいいですか。空いてんのかほんまに。今見え張ってる。多分でも山内さんあんまハゲないかも。マジっすか。うん、もしかしたら大丈夫かも。こんぐらいのでずっと耐え続けるんです。意外といけるかも。でも濱家さんハゲるんだもん。いや、まだ触ってないから分かんない。いや、濱家さんはもうでも遺伝…触ってないから分かりません。触ってないから分かりません。触る前に言われたらもう絶対です、うん。でも山内さんも頭皮赤いからなんかやった方がいいですよ、マッサージとか。あ、マジっすか。はい、多分あんまり睡眠をとってないからだと思うんですけど。ヘッドスパとか行こう。ヘッドスパよりなんかこういうブラシみたいな、はい、頭をこうやってやるやつがあるんですけど、はい、最近買った私も。あのなんか蝶々みたいな形の。あ、多分ウカ。リウカ。ウカ。あれすごい。めっちゃ有名今。あの本当に剣山みたいになってるから。そうです。でやるといい。いや、電動じゃない、シリコンみたいな。あれすごい柔らかくなります。超有名です今。はい。濱家さんでもやらない方がいいかも。やらない方がいい。高木さん何笑ってるの。多分刺激が強すぎると濱家さん行っちゃうかも、そのまま。逆効果で。多分逆効果で。積んでます。ついでに。濱家さんだからもう積んでます。ハゲたら終わりやろ、だって。いや、でも多分イケメン枠じゃなくなるだけで。イケメン枠なの。みちょぱ知らん。え、この間俺ネットニュースで高身長で端正な顔立ちって書かれてた。恥ずかしい。恥ずかしかったわ。なんかのネットニュースでかまいたちの売れた要因は山内のセンスと濱家のルックスかって書かれてた。すげえ。恥ずかしい。嘘やん。ネットニュースといえばもちろん忘れられないのがみちょぱさんの熱愛報道。オープニングでもちろん観葉植物のことは怒られて。もちろん言いました。山内さんがみちょぱさんに自腹で観葉植物をプレゼントした直後に熱愛報道が。だからもう隠し事はなしにしようって。いやいや、お前が言うなよ。ほんま、まあ、隠してたわけじゃないんやろうけどな、みちょぱ。そうです、そうです。まあいつかはね、取られると思ってたんで。シモン君のうちでモデルやってましたよね。え、そうですよね。今日そう、めっちゃ名前言うじゃん。なんとなくこっちは言わんようにもしてたけど、シモン君もやっててんで。めっちゃ、いや、そう、あの、昨日その話をしてました。観葉植物挟んで。観葉植物挟んで。かわいそうすぎるよ。このおじさんめっちゃかわいい。8万、8万円。かわいそうなおじさん、ほんま。もうちょいな、報道が早かったら。いや、私的にはカマメルルになってたかも。メルル。嘘でしょ。メルに乗り換えですか。カマメルルな。なんかでもいい感じじゃん。なんかな、うん、すげえ立った。え、すごい、なんかめっちゃ顔に決まってる。表情も変わってる。なんでなんでなんでや。最後にスタイリングで完成。果たして丸いシルエットだった髪型はどうなったのでしょうか。それでは山内さん登場してください。どうぞ。めちゃすごい。めちゃめちゃかっこよなってるやん。え、遊びに遊んでるやん。遊び散らかしてる。めっちゃかっこよくなった。え、すごい。正面もちろんなんやけど、後ろも後ろかっこいい。めっちゃかっこいい。すごい、ファって。え、すごいよ、すごいよ、やっぱ。いい、いい、いい。丸くてもっちゃりしていた山内さんが
スマートでワイルドに変身。わあ、かっこいい。すごい似合ってると思います。山内さん、ここまで丸くてここからモコってするから、うん、ここの毛が本当あった方がいいんですけど、なかったんでこっちを絞って、うん、さっきより細く見えるようにしたんですよ、うん、でここの頭の形を見えないようにこっちの毛出して、で目力を強くしやすいように上を遊ばせて、こっから上を遊ばせるような感じするとここがあんま消えて強くなるな。で360度かっこよくなるように下を絞ってます。ずっとかっこつけてるやん。めっちゃ嬉しい。私がやろうって言ったけどなんかムカつく。すっごい嬉しい。なんかボケ方とか変わってけへん。今後もちゃんと金玉とか出してな。これでね、この格好で、うん、この髪型で。そうそうよ。女性にはめちゃくちゃモテてますけど。次回は濱家さんが大変身。僕伸ばすことだけできないんで、かっこよくはできるんですけど。すごいな。しかしこんな着てる俺。濱家さんにまさかのハゲ疑惑？どこ取ったんだよ。いやもうこれボケ方が濃すぎた。今回私がちょっと用意してもらったので衣装。おお。さらにしんちょぱさんコーディネートの衣装で大変身。いいのよ。全然違う。かまいちょぱは毎週水曜0時更新。ウォッチリストに追加してね。